前回、私らはレミリアの家にいるところを昨夜に見つかってしまった。一体うちのキッチンで何をやってるんです？え？うち？あ、ここレミリアの家だったの？え？おかしいですね。ウサギさん追いかけてたらここに迷い込みましたけど。不思議の国のアリスかよ。本当のこと言わないとこうだぞ。あち、あちちちちちち。やけどしますって。ふう、助かった。で、もう一度聞きますよ。なんであんたら二人はうちのキッチン、しかもフライパンにいるんですか？焼き土下座？したくなって。ごめん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 。どうぞ焼き土下座なさってください。悪かったって、やめて。何かあるたびに転嫁しないで。まずいな霊夢、このままだとかくまってくれたプランにも迷惑がかかるかもしれん。そうですね、かくなる上は。こいつ消したりつけたりして楽しんでやがる。よし霊夢、かくなる上は。逃げるんだよー。あ、ちょっと待て、クソ、逃げられたか。まあここは私のテリトリー。逃げられると思うなよ。いやー、それにしてもびっくりしましたね。追っては、来てない。マリサと二手に分かれたのが正解でした。でも、ダンボールハウスの戻り方がわからない。この家無駄にヒロインですよ。はぁ、困りましたね。お、これはちょうどいいかもしれませんね。よし、ここに隠れよう。くそー、霊夢とマリサどこへ来た？ほとんどの場所探したはずなのに。まずい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 。近い、バレる、さすがにバレるわ。あと探してない場所は、レミリア様のお部屋か。いやでもさすがにそこにいたらレミリア様が気づかれると思うし。一体どこに行ったんだあいつら。あ、そういえば妹様のお部屋も見てなかったな。妹様最近部屋にいらっしゃらないんだよな。一体どこで何してるんだ。は？は？びっくりした、絶対バレたと思ったわ。昨夜の嗅覚もまだまだだな。さ、この間にダンボールハウスさあ、がそ。抜けない。誰かー、助けてー。なんなんだよ、なんで動くと蛇みたいな音するんだよ。霊夢のやつ、一体どこ行ったんだ。マリサから昨夜に見つかったって聞いたけど。何してんの？抜けない。お前こんなところで何してんのよ。隠れたら尻がすっぽりはまってしまいまして。くそ、全然抜けない。しかも抜こうとすると蛇の音すんのなんなの。それは私にもわからない。しょうがない。もうこうなったら、これ渡すから。これでダンボールハウスまで来い。は？これは一体どういうことで？おかしいなぁ、さっきまでレミリア宅にいたはずなのに。あ、ここレミリア宅の中なんだな。すげぇ、あいつの屋敷の中山広がってんのかよ。そんなことよりダンボールハウスに帰らないと。フランがピッケル持ってきてくれたおかげで助かったぜ。今回プレイしていくゲームはゲッティングオーバーイット。ボタン一つだけで頂上を目指すゲームだ。まあ有名中の有名すぎて説明はいらないだろう。違う違う、逆逆。いやそこでもなくてさ、もっと木の端っこの方に引っ掛ける場所はいいんだけどさ。こう描いてこうよ。どうだよ、こう左にこう描いてさ。あー、もう下の枝が引っかかってんだよ。お前家の中の枝の世話しとく。うわほへ、いける気がしないぞ。いやもうそこはなんかぐるぐるしてさ。ぐるぐる。全然進まねえ。フラン、私ごと持ってダンボールハウスに行ってはくれまいか。やだよ。じゃあせめて服を着せてはくれまいか。大丈夫。それ裸風全身タイツだから。のーか。頑張れ。私、枝も頑張れ。折れるんじゃねえぞ。いやっこー。ねえこの壺の中水が入ってるんだけど、私お漏らしでもしちゃったかな。知らねえわ。進めー。ぐるぐるしてるだけで全然進みませんね。ぐるぐるは結構有効な手だと思ったんだが。はい、そこ岩に引っ掛けて自分を持ち上げる。そう。あとはそこの枝に引っ掛けて。ここ慎重になるところよ。気をつけて、ゆっくり、優しく。そう、わ、びっくりした。急にしゃべんなや。手元が狂うだろうが。オッケー、私意外と壺に入る才能あるのかもしれない。壺に入る才能って何？壺として生きていく才能よ。一生壺人間として生きていくんですね。わかりました。そこ納得してもらっちゃうと困っちゃうんだけど。てかなんだよレミリア宅なんでこんな岩壁広がってんだよ。うちの中には映画館もあるし、コンサート会場だってあるぞ。本当にどういうことなんだよ。まあ千人に一人の壺職人と呼ばれた私なら。いつ呼ばれたんだよ。こんちくしょう。そしてさっきから裏でごちゃうるさいのよ。ポチ、静かにして。謎の外人に犬みたいな名前つけてんじゃねえ。そしてポチ全然黙らねえじゃねえか。名前ポチじゃなかったかな。トーマス、お黙り。その外人は機関車なの？トーマスでもなかったようだ。もう何でもいいわ。そんなことより私はこの富士山並みの岩場をこのピッケル一つで登らなきゃいけないの。富士山の高さ知ってます？おじさんの高さなら知ってます。167センチです。どこのおじさんだよ。おじさんです。しゃべんな。私はおじさん並みのこの岩壁を登っていく。この岩壁167センチ以上はあると思うぞ。慎重に。な、おじさんの高さに引っ張られてんぞ。うわ、そう、狙うはそこ。素晴らしい。いや、話すなよ。そう、そこに引っ掛けてジャンプ。意外とじわっと登ったね。おい、誰だこんな場所に家建てたのは。ふざけんなー。まだ、うわー、ぐにぎ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 。
モノボケ、ビルの窓拭き業者。いいから進め。ぐるーぐる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 。私は今地球を削っています。お前ダンボールハウス戻る気ある？私途中にあった家に住もうと思います。なのでダンボールハウスには戻りません。嘘です。訂正早すぎだろ。だってあんなボーダーの家に住んだら近所で何言われるか分かったもんじゃないぞ。大丈夫だよ、近所の人いないから。あんなボーダーの家に住むなんてどんな人が住んでるのかしらって近所で噂されるだろ。大丈夫だよ、近所の人いないから。嘘だねえ、ダンボールハウスまだ終わりが見えないんだけど。大丈夫、始まりがあれば終わりも絶対にある。名言みたいに言うな。よ、よし、ここは立ち止まったら負けだ。立ち止まっちゃいましたね。はい、ここに家建てたやつマジで許さんからな。はーい、立ち退きのご連絡に来ました。出ていかないと電止めまーす。悪質すぎるだろ。キエーイ。いや、まだ大丈夫だ。ここは勢いが大事だ。立ち止まるな、ビッケ君すー。まだ助かる。まだ、助かる。ここ、レミリア宅。一旦帰ってもらっていい？いや、むしろ今帰ってる途中なんだが。そして誰？サビッサビの車放置してるのは、無法地帯にも程があるだろ。まあでも今は足場になりそうだから放置した人に感謝しておこう。ねえ、土管って家の中にあるの初めて見たよ。うちは家の中に土管も。あばっばば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 。いやだ、あの家には戻りたくない。家で少女かな？私の居場所はこの上なのよ。まあ今その上が見えてないんですけど。いや、しかも今上の方ちらっと見えたけど、引っ掛けるところなんてあった。うわー。うるさー。私は今このピッケルに全体重をかけています。もうこれができればサーカス団で働けるのでは？いいから先に進んでもらっていいですか？いやでもこれ見てみ。絶対引っ掛けるとこないと思うんだよ。姉ちゃんいつもトイレ行くときこの道通っていくよ。正気か？途中で漏らす未来しか見えないわ。いや、むしろ今私のこの壺の中は漏らしているのかもしれんが、もうこの壺をむつ代わりにして生きていこうかな。確かに外れないことを忘れていた。トイレどうやってすればいい？おむつ代わりにするんじゃなかったのかよ。いやでも容量が決まってるからいつか限界が来ると思うのよね。むしろさっきから水が漏れてるからすでに限界を迎えて、だからいきなり喋るなって言ってんだろ。今大事なところなのに失敗こい決まったぜと見せかけて私はすすいっけー。いったー。うわ、引き引く、引く、あぶねー。私は上のスタバを飲むまでは起きるわけにはいかねえんだ。あれ、いつのやつだよ。私のエメラルドマウンテン待ってろよ。霊夢さん、それジョージアです。まずはタルにピッケルを引っ掛けて勢いをつけて上に登る。そう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 、違う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 。どっちだよ。落ち着け、登山なんてのはな、落ち着いたやつだけが頂上に登れるんだ。そうだね、落ち着きは大事だね。すっごい慌てたやつが登山してたら嫌だもんね。まあ君どっちかって言うと慌ててる方だけど。慌てない慌てない。見ろ、壺人生で培ってきたこの腕力。今はこの腕力を恨むぞー。捕まれ。いやだー、あの家には戻りたくないよー。だって地盤がめちゃくちゃなんだよ。欠陥住宅なんだよ。欠陥どころじゃないんだが。私は落ちるわけにはいかないんだ。一旦土管の中で昼寝しちゃう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 ー。ただいま。帰ってきてんじゃねえか。いやだ、私は帰らない。お母さんは勉強勉強って、お父さんは全然家に帰ってこないし、典型的な冷め切った家庭。私はあの家には帰らな。大丈夫？今思いっきり強打したけど。そんなこと今のこの状況に比べたらへでもないわ。一旦自分を持ち上げてから、だからそうじゃないんだって。一旦落ち着こう。お前がな、平常心を制する者は山をも制する。聞いたことないんですけど。ここ全然行ける気がしないんですけど帰りたい。今帰ってる途中なんだよね。来た、チャンス到来と思ってた時が私にもありました。もうここに飽きたよ、早く進もう。それ私が一番感じてますけど。私が一番飽きてますけど。先に進みたいですけど。来たー、会いたかったよ私。いや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 、びっくりしただろ。急にホタルの光とか流されたらびっくりする。いやだからびっくりするだろって。ホタルの光とか流されたら落ちるのかと思うだろうが、まだ全然立ち直れる位置だからね。家さえ越えなければ余裕余裕。はい、耐えました。期待に応えられなくてごめんなさいね。誰ですか？落ちると思った人は、はい、じゃあ目を閉じて、該当する人だけ手を挙げなさい。なんで犯人探しの方法。はっはっはっは、落ちると思ったら、はい、残念でした。あー、お前、その壺いくらするか知ってんのか。え？